我是光梅，ひろみです。台湾人 in Japan。 おはようございます。台湾皆様、駅前へようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。1、2、3、皆さんこんにちは。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。台湾と日本のハーフで、台湾の真ん中にある台中生まれ育ちで、18年、生まれ育って、小中は向こうの日本人学校、そして高校が現地の高校、卒業後に日本の音楽の専門学校に入って、まあ、およそ2年目くらいで、ライブハウスなどでねライブを始めて、長く長く歌い続けて、先月、私の地元の台中とこちら名古屋がですね観光パートナーを組んでおりまして、いろんなイベントや出会いのおかげで、先月名古屋の観光大使として就任して、そして名古屋でね初めてのワンマンライブを行いました。ありがとうございます。美味しくいただきます。マジでという意味です。直訳でご飯食べたなんですけども、台湾では挨拶のようにも使われるんです。例えば街中でこうやって「えジャバボイ!」ってなったら、ご飯食べたって聞くことで「元気にしてる?」とか「調子どう?」みたいな意味もあるので、ジャパーボイ使ってみてください。きっとね喜ばれると思います。我是正田千元。我第一次呢邀请了ひろみさん来到我们名古屋呢，其实呢，我是在这个两年前台中夜市的时候认识了ひろみさん。那个时候我就想说，因为ひろみさん呢，他也是台中出生的，我也是台中，所以呢，借这个关系呢，我想让我们台湾的文化，这个歌唱艺术的文化、美食艺术的文化，能够借着这个频道呢，能够散发出到我们日本的各个地方，甚至是外国。夜来香。
版を作っていただいて、で中国語バージョンも作って、で今あの台中市の市役所でもあのデラサウンド流れてます。であのそういうことでヒロミさんに大変お世話になっているので、透明感のあるあの本当に素晴らしい美しい歌声であの皆さんに魅了していただけると思います。あの非常に爽やかな女性ですから、あの今日初めてお会いになられる方もきっとファンになると思います。欸、来日本十几年，在那个亚的教料理，还有那个哎、欸，这里卡扎利寿喜，还有伊克巴纳，哎，这次为了这个活动，那个埃基诺亚就用心的，我不真正的一直跟他讲，咱来做这好不？咱来做这好不？其实创作寿司做这样，我有当时嘛是小可来头壳疼，但是。他这么认真，他这么用心，为了光美这次活动，还有为了我们在日在尼古屋的所有的那个台湾同胞们，大家做好吃的料理，想我也要配合一下，我要努力一下，看自己有什么实力，到某个程度也要考验自己，历练自己。哎呦，我来讲国语啦，人我是标准的台语人呢。哦，有闲才来尼古屋佚佗，游姐哦，嘿。这个哈，从为煮饭卖算啦，为搅饭卖算啦，开始摸，开始捏，才做好，上无爱五点外钟，无，唔是讲这一块做，做足济哦，今仔来的人客好多好多，都是来欧恩光美小姐，还有欧恩 Akinoya 哦，希望我们大家在日的台湾人，在日喜欢台湾的日本人都可以来欧恩，谢谢你们。开心声
せっかく名古屋の観光大使っていうのにもなったので、もうこれはもうずっと変わらないんですけども、台湾と日本の、まあ、架け橋ですね。もちろん一番嬉しいのは歌で架け橋になれること。まあでもそれ以外でもラジオもやってるし、司会のお仕事もたまにあるので、もう本当に要はこの声を使った、私という存在を使って台湾と日本の架け橋に、より多くのね場面で架け橋となる仕事ができていけたらなって思っております。この3年は日本での活動が多いんですけども、コロナが明けたら必ずまた台湾でもライブしたいなって思っておりますので、日本でも台湾でも、ね、応援していただけたらとっても嬉しいです。因为我们华人出身的歌手并不多，我也希望说借着这个频道，希望大家能够多多支持。那借着我们 Hiromi桑 美丽的歌声，让我们在这边真的很打拼的台湾人，甚至是说很喜欢台湾的日本人也好，也能够借着能够喜欢更多更多台湾的歌曲。谢谢。中国語のコラスも完璧に仕上げてくれました。ありがとうございます。そしてひろみでした。そして会社、ありがとうございます。ありがとうございます。そして会場は本当にありがとうございます。木村さん